令和新選組っていう名前をいつまでこれをお続けになるのかなというふうに言ってたんですけども、まだしばらく続けますか。私は令和新選組では政権は取れないと思うんですよ。こういうどういう国を作りたいかみたいなところをどっかにやっぱり見せた方がいいように思ってまして、うん、名前に込めなきゃいけないってことですね。名前をもうどっかにそれを込めていただきたいなというのを要望しておきます。次の参議院選挙で畑山さんが一緒にやってくれるんだったら変えてもいいですか。はい、わかりました。